とんがり帽子を作ります。白い方を上に置き、三角に半分に折ります。そしてここを三等分にこういうふうに折り合わせます。3等分、3つ同じ長さっていうのはなかなか見つけにくいんですけども、こうゆるーくこういう感じで見て、軽く折り線をつけてから一度広げ折っていきます。そしてこの下、足みたいになってる部分を同時にこの線に合わせて折り上げます。そうするとここに袋状になってますので、ここに指を入れて形を整えます。これでとんがり帽子の完成です。折り図での説明です。1、三角に半分に折ります。2、点線のところで折ります。これは3分の1の角度です。3、右側の点線のところで折ります。4、下を折り上げます。それで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。